さあ続いてお待ちかねのダサいと思う人、なんとですね2位と3位が同率で2人いるんですよ。なので嬉しくないですけどね。同率で2位になりました。8票獲得しちゃってます。結構だな。2人名前同時に言いますね。横山玲奈ちゃんと牧野真里亜ちゃん。私さっきおしゃれって言ったの。横山の理由としてはですね、いい意味で素朴で芋っぽい。そう、まあ、埼玉では通用するファッション。埼玉では通用します。そんなことないと思う。でも、そしたら仙台でも受けるかもしれないよ。本当ですか？同じレベルなの？牧野ちゃんはね、年に合ってない服を着ている。いつも同じ服を着ている。違う、あのね、服がね、少ないの。あのね、急になるの。5着くらいをね。ちょっと待って、私プレゼントであげたやつ全然着てもらってない。でもコーディガンしか着てくれない。クラスであげたのに。そんなこと言ったらおさぐりとかもめっちゃあげてます。あげてるよ。着てます。着てます。ほんと、あの工藤さんにいただいた服、接骨院行くとき着てます。お待ちかねの第1位の発表に行きますよ、皆さん。第1位は16票獲得しております。生田絵梨奈さんです。なんで皆さん、これが現実なんですよ。わかりますか？ブランドに頼りすぎ。頑張ってるけど、いいブランドを着てるけど、合わせやチョイスがおかしい。そこまでブランド物着てないよ。あ、そうなんだ。バッグがブランド物なだけ。だからね、ブランドにちょっと逃げてるんでしょ。ちょっとわかんないですけど、すいません、わかんないですけど。そうだよ、成長してるんですよ。ちょうど4年だから。そうです、私もここまで成長いたしました。